はい、出ました。結果から言いますね。ホンダ E とホンダ E アドバンス、2種類あります。金額の方が、451万円がホンダ E 高い。で、ホンダ E アドバンスが、495万円になりますね。で、国からの補助金などがあって、それらをすべて足すと、ホンダ E の方が、合計で53万6千円ですね。まあこれ東京が例ですけども。で、それを引くと、ホンダ E の方で397万4千円で買えます。いや、それでも高えな。で、ホンダ E アドバンスの方は、補助金がちょっと金額が変わってきまして、46万8千円なんですね。ちょっと落ちるんですね。で、それを引き算すると448万2千円の金額で買えるということで、まあ実質、約400万と450万ですね。いや、高いよ。はい。いかがでしたかね、本題。なかなかの金額でしたね。いやー、なかなか迷いどころではありますが、今回のね、動画面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい。というわけで、本題の価格発表でした。じゃあね、バーイ、シュー。